曲ごとにガラッと雰囲気が変わってしまいますけど、ちょっとここで、歌を歌ってみたいと思います。あのブルーグラスのミュージシャンでもよく歌われる曲なんですけど、ジェリー・ジェフ・ウォーカーっていう昔のフォークの、人の曲で、ミスター・ボージャングルっていう曲があるんですけれども、その方の曲、意外とカバーしている方が多くて、主にカントリーの人とかがカバーしていることが多いんですけれども、ジャズの世界とか、サミー・デイビス・ジュニアがカバーして歌ったりとか、日本でもなぜか山本リンダがカバーして歌ってたりとかっていうのも出てるみたいです。で、一番やっぱり日本語に訳して歌おうと思って、いろいろそれもあるんですけれども、一番中川五郎さんが訳した役が一番原曲に近いかなと、そのシーンで歌ってみたいと思います。ミスター・ボージャングル聴いてください。
叫び踊ってて、ジャズに分類されるかもしれないですけれども、フュージョンという音楽がありますけど、そのフュージョンという言葉が出る前に一時期あったクロスオーバーというジャンルの 曲がありますので、それを代表するような曲だと思います。バートランドというんです。
で、あの僕のステージは、最後になりますけれども、これからまたまた、2人行くほど続くような形になります。それで、あのライブの告知なんですけれども、この、時計台ライブというのが来月17日に同じメンバーで時計台ホールで開催されるというあれになって、それにも僕もまた違う曲をやるかもしれないですけど、やらさせていただきます。それと僕個人ですけども、4月27日に白石、地下鉄白石駅前にあるメロっていう、ライブハウスで出させていただきますので、そちらももしあれでしたらお付き合いください。以上、ピルゾーでした。ありがとうございます。ありがとうございました。